皆様こんにちは。参議院議員の地味花子です。今日もチャンネルアジャーひまわりチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日はコロナがまだ流行っている中で、マンボウ自体は解除されつつありますけれども、やはり新しい BA2、どうなるんだという不安も多いと思います。そんな中でありますけれども、岸田政権になって検査を拡充させるのだという号令の下で、さまざまな政策を取ってくださっています。ところが、そういったさまざまな政策を取る時の医療機関へのメッセージのあり方というものについてちょっと申し上げたいかなと思って、今日はお話をさせていただきます。この検査を拡充するのだということは素晴らしいことだと思っています。ただ以前にですね、チャンネルアジアでもご紹介させていただきましたが、日本の PCR 検査などの検査の制度管理、ここには大きな大きな問題点があります。30年20年海外から遅れていると言われているのは制度管理です。その PCR が出している CT 値などが、いわゆる正しい、あるいは適切な値なのかという外部の制度管理、これが非常にポアなのが日本の現状です。また今回のようなパンデミックで緊急承認した試薬や緊急承認をした医療機器、検査機器をデバイスする、見ていく、レビューしていく機関がありません。で、これは一部やっていただいていますが、感染研などにやっていただいてますが、恒久的な取り組みとしてはまだまだ弱いというのが正直なところであります。そんな中、国内で検査をする機関が非常に少なかったので、急激にメリメリッと増やすために規制緩和をしています。で、それがもう2年ずっと規制緩和のままでありますから、本来であればそろそろ制度管理の徹底をしつつ、規制緩和を戻していって、制度管理にしていくという方向にしなければいけないんですが、まだまだそこまでの体力がないということで、規制が緩和されたままこの2年間数だけメリメリッと増やして質のところが担保できない状態であるという大きな大きなまず問題点が日本ではあります。で、そこについての担保あるいは対策というものは別途講じようとしていて、徐々にその研究班などを厚労省は立ち上げているんですけれども、それ以外に今日は岸田政権になってその価格を下げたいという気持ちがありました。高い、日本の PCR 検査高い、じゃあなんで高いのと言った時に、それが高いのは診療報酬の値付けが高いから、それにつられて PCR が高いんだよと。じゃあどうすると言った時に、診療報酬下げれば、それの 下請けではないんですけど、検査機器の会社は当然診療報酬に合わせて値段下げるだろうということで、昨年の12月31日にPCR の検査の費用というのをガクンと下げたんですね。で、一部の部分のところ、自分のクリニックでやっている人員分はもう下げました。そして人員以外の部分は半額にする、4月からということで打ち出したわけです。ところが皆さん覚えてますよね。12月31日から、そこから先がまさに今の波がブーンとひどくなった時です。全国の外来を頑張ってくださっている医療機関の先生方が PCR 検査やればやるほどギリギリになっちゃう、赤字になっちゃうところもあると。これはちょっとさすがにひどいんではないかということですよね。で、 PCR が1350点かける、だいたい1点10円ですから、その1350点が700点になった、すなわち7000円になった。で、その中検査費用自体が6000円だったりすると1000円しか上がりがない。その1000円の上がりで1時間 4,5 人の検査をやったら5000円ですよね。それに看護師さんの人件費や、事務の方の人件費、先生のもちろん人件費もあったり、プロとこう着替えたりしなきゃいけない手間が、時間もかかりますから、そういったとこがピーできなくなるじゃないかという非常なブーイングが来ました。これが今年の1月のことであります。私もちょうど東京ですけれども、地区医師会を回っていた時に、もうこんなんじゃジミさんやってられないよと言われましたので、2月3日の日に参議院の議運で、当時今もですけど山際大臣に質問いたしました。で、結論から言うと、その厚労省の担当なので伝えますというですね、そういうご答弁いただきましたけれども、とはいえ
コロナの担当大臣としてはその検査のパッケージがちゃんと回っていくところまで含めて責任があるので、それはぜひともただ伝えましたではなくて、物事が動くまでちゃんと対応してくださるのが大臣のお役目だろうと思いましたので、ちょっと厳しかったですけど、そのようにお願いをしました。そこから厚労省も動いてくれて、今回の1350点なりを、700点にした時にそれがどういう影響があるのかという調査をこの間していただきました。で、結果としては、この PCR の検査についてなんですけれども、委託、外部委託ですね、その検査をして検査会社にお願いするというのが1350点から4月の1日から700点になる予定だったんですが、それは緩和措置ということで、経過措置ということで850点というワンクッションを置いていただいて下げるということに今回決めていただきました。で、これは良かったと思っています。で、やっぱり鶏と卵どっちが先かみたいな議論はちゃんとすべきですし、それの負担を現場の医療機関に押し付けるっていうのは私はやっぱりこの時期には特に良くないと思っています。何よりメッセージとして、じゃあもう検査やらなくていいのかと、発熱外来一生懸命やってくださってますけど、検査やって赤字になる、あるいは赤字までならないけれど、ギリギリのところでやっていくとなりますと、日常診療の外来を制限してやってるんですね。そこの先生たちのその気持ちを考えたことがありますかと、もう汗だくになってやってくださってるんですよね。時間を区切って、空間を区切って。ですから今回850点ということで、診療報酬は段階的にということで特例的にやっていただいたのは本当にありがたかったですし、また発熱かなっていうところのトリアージをするための加算も550点という金額ついてますが、これも3月末で終わるところを7月末まで延長してくれたのも良かったと思います。やっぱり政府ですから、基本的に政府がやることっていうのはメッセージがあるわけですね。ですから、まだまだコロナ大変だよね、一般社会はマンボウ終わったけど医療機関はまだ臨戦体制のままだよねということを考えて、今回、ようやくでありますけれども、ちょうど3月の中盤になってですね、17日の日にこれが出た、16、17で出たということであります。ギリギリのメッセージだったかなとは思いますけれども、こういうことを一つ一つがですね、私たちのような組織代表といわれる参議院の組織代表が医療機関の声を拾って、いやいや今政府やってることおかしいじゃないのというのが我々の係なので、これは段階的な措置、特例措置ができて本当に良かったと思っています。これ以外にもさっき申し上げた検査の制度管理の部分は本格的にやらないと極めてまずいです。次のパンデミックが来た時に対応がまだできない、これが今の日本の現状だと私は思っていますので、ここはしつこくしつこく言い続けなければいけませんし、皆さんはパンデミックが終わったら、コロナが終わったら本当忘れちゃうんですね、政治家も。これは絶対忘れちゃダメです。次の10年後なりに来るであろうパンデミック、だいたい10年ごとに来てるんですけど、に備えて対応を諦めずに粘り強くやっていくっていうのが、私たちに、の政治家ですね、選んでいただいている政治家に求められていることだと思います。民主党政権の時に、新型インフルエンザ感染症が来て、その時の対応をで感じた反省点、教訓が何にも生かされてないんですよ。その時の反省が行政にも引き継がれてないし、ましてや政治なんか政権交代しましたから引き継がれてないわけですね。これは良くない。たとえ誰が政権を取っても、どういう行政の人であっても、これをしつこくみんなでやり続けないと国民みんなに迷惑がかかると思います。ですから、こういうことをですね、私は日々こう怒りながらですね、国会でお仕事させていただいておりますが、なんとか今回は3月の末で半額になるところだった検査費用だけは上げることができましたので、引き続き医療機関の先生方には安心して、まだまだ足りないとは思いますが、診療に臨める体制というものを構築して頑張っていきたいなと思っております。ご清聴ありがとうございました。